皆さんこんにちは。アトリエルースをご覧いただきありがとうございます。今回は前回作ったリバーシブル巾着袋からはぎれが出ましたので、そのはぎれを使ってがま口小物入れとシンプルポーチを作りました。2点とも材料はすべて100均で揃えました。お家や車の鍵などの小物も入るちょうど良い大きさです。30センチほどのはぎれで作れますので、ぜひ皆さんも試してみてください。それでは材料です。今回はがま口とシンプルポーチ2点分の材料です。表生地2枚、裏地2枚、4枚とも20センチ ×30 センチぐらいのはぎれ生地です。シンプルポーチ用のファスナー20センチを1本、がま口用の口金、ボンド、ペンチ、爪楊枝を用意します。それでは作っていきます。まずはがま口用の口金から型紙を取り出して外枠に沿ってカットします。表生地と裏地を型紙を使って裁断します。裁断できたら、縫い止まりのところ2箇所と返し口へ 0.3 ミリぐらいの深さで切り込みを入れます。返し口の切り込みは裏地だけに入れてください。表生地も同じように裁断します。レザー生地へ待ち針を打つ場合は、針目がつかないよう必ず縫い代へ待ち針を打ってください。表生地には縫い止まりの切り込みを入れるだけにしてください。表生地と裏地を中表に置いて、このように縫い止まりまで縫います。もう片方も同じように縫います。縫えたらこのように中表に置いて、返し口を残し周りを縫い合わせます。切り込みの印同士とここの切り替えがずれないようにしっかりとピンで留めます。レザーの部分への待ち針は縫い代へ打ってください。このように縫い合わせていきます。ここの重なる部分は続けて縫わないよう一旦糸を切ってください。
ここの部分はできるだけギリギリ重なるところまで縫ってください。返し口からひっくり返します。返し口の縫い代を整えてミシンで閉じます。縫えたら裏地を入れ込んで形を整えます。開き口へぐるり一周押さえミシンをかけます。次に付属の紐を口金のサイズにカットします。紐が口金からはみ出さないよう少し短めにカットしましょう。開き口へ紐を手縫いで縫い付けます。ボンドを口金の溝へ流し込みます。あまりたくさん流し込むと生地についてしまうので気をつけてください。そして横の方からはめ込んでいきます。爪楊枝で押し込んだら、当て布を押しながらペンチで固定していきます。ペンチで固定する箇所は口金の横あたりで、真ん中へはペンチを避けましょう。これでがま口小物入れの完成です。次にシンプルポーチを作ります。まず、端切れをお好みの大きさに裁断します。裏地も同じ大きさに裁断します。
そしてそれをさらに半分に裁断します。ファスナーを表生地の方へ中表になるように置いて、さらに裏地をその上に置いて縫い合わせます。縫えたら表に返して押さえミシンをかけます。レザークロスをうまく縫えない場合は少し引っ張りながら縫ってみてください。もう一方も中表に重ねて縫い合わせます。広げて押さえミシンをかけます。縫えたらこのように表生地、裏地を中表に合わせて縫い合わせます。ここの切り替えがずれないようしっかりとピンで留めましょう。裏地の方へ返し口を残して縫い合わせます。角をカットして返し口からひっくり返します。返し口を整えて縫い閉じます。表に返して形を整えたら完成です。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。